はい、えー、どうも皆さん、こちらちは、人です。ということで、今回はね、えー、シーズン前にですね、横浜の外選手の、えー、成績がどれぐらいになるかっていうのを予想してたんで、まあ、今シーズンの、えー、横浜外選手の成績、実際の成績と僕の予想を比較して、まあ、どうかっていうのを見ていこうと思います。はいえー、2020年はね、120試合短縮シーズンでしたんで、でまあ、外選手も114試合出場にとどまりましたが、 まあこれをね、140試合制に合わせるために、大体すべての成績をえとりあえず1.2倍にして、その上でえ能力というか、成績の年齢による衰えを加味して、成績を予想をはじき出したって感じですね。はい、で、外選手、2020年はね、ホームラン30本ぐらい、25本ペースですけど、140試合制であれば1.2倍して30本ぐらいは。 打てるペースでありましたけど、外選手自身の成績としては、ちょっと衰えが、衰えなのか、それとも不調だったのかっていう、とにかく、まあちょっと数字が落ちてきているというところはありますよね。で、ね、2021年は、その成績から元に弾き出したんで、えー、ホームラン27本っていう、まあ、30本ペースではあった昨シーズンですけど、年齢による衰えも加味しても27本、試合数が増えて、まあ、ホームランは増えるけどっていう感じですね。 で2割4分7厘、えー、打率2割4分7厘、出塁率3割2分、長打率4割6分1厘、OPS7 割8分っていう感じですね。まあ、外選手の今までの成績から見ていくと、OPS がかなり低い感じになってくるんですけど、でそういう予想でした。えーはい、で現実の外選手 がですね、まあ、123試合の出場ということで、まあ、昨シーズンと実はあんまり試合数は変わっていないとで、なんなら打席数に関しては昨シーズンよりも減少しているっていうところで、えー、本塁打率でいきますと、なんとホームランの数は21本ということで、打席数がですね480の450、30打席ぐらい減ったんですけど、ホームランが4本減ってる。 って感じですね、まあ、本塁打率で見ていくと結構ホームランは減ってるまあ外選手ってねあの最初のイメージが40本バカつかホームラン打ってるっていう印象の選手だったんで、まあ、その外選手のイメージからするとちょっと今シーズンは特にイメージと違う21本っていうのはちょっとね、えー、予想外だったかなというふうに思いますね。 まあ若干ね、ツーベースの数が今までのシーズンより増えてますね。451打席で18本なんで、ツーベースの数はちょっと多いかなっていうぐらいの感じですけど、でフォアボール35個、えー、三振116個っていうのが気になりますね。えー、特にね、あのー、今シーズンはあのなんというか、うん、三振の多さっていうのがちょっと気になる。 シーズンではありました、えー、打率2割3分4厘、えー、ヒットの数もね、えー、96本と100アンダーギリ届かなかったんで、えー、2割3分4厘、えー、出塁率3割2厘、えー、この出塁率3割2厘っていうのは、かなりやばい、やばいというか、うーんよくないですね、で長打率4割3分7厘で、えー、OPS7 割3分8厘ということで、えー、全体的に外選手の成績としては非常に物足りない。 成績にななっってしままたかなと思います、まあ、7割5分は最低限欲しい、えー、ところになってきますね、OPS は。ということを考えると、この成績は非常に残念かなと。ただ、ね、まあ、個人的な話をすると、まあ、成績の予想がまあ結構まあ近かったんじゃないかなと、個人的には思うんですよね。思ったよりヒットが出なく 打率が伸びなくて打率出塁率が伸びなかったっていう部分もありますしどあるも伸びなかった全体的にねちょ、あのー、少しずつ外れてはいましたけど、まあ、大筋としてはまあ当たっていたのかなっていう感じの予想になってきますね。はいまあ、外選手の、まあ、成績についてはですね、まあ、ちょっと物足りないところもあるんですけどいろいろとちょっと見ていこうと思うんですが。 まあ外選手に関してはですね、えーっとですね、今シーズン特に顕著だったのが、フォアボールを選ばない傾向ですね。まあ、1年目は NPB の,のボール、ピッチャーのボールに対して対応しきれない、分かってない部分もある中で、早打ちでガンガン打って結果を出してたっていう印象ですけど、まあ、そこからフォアボールをある程度選べるようになって、今シーズン、急にまた早打ちに戻ると。 いうまあ、2020年もねちょっとフォアボールあんま選んでないんですけど2021年フォアボール選ばない傾向特にで2021年は三振も増えたので、まあ、BBK でいうと数字が一気に悪化したというところがすごく気になるポイントになってきますね、はいまあ、三振が急に増えたっていうところですよねやっぱりあの三振率に関しては歴代最悪の値になってますし、まあ、その辺が非常に問題があると。 でじゃあね、えー、どういうその選球眼という意味でいろいろ見ていくとまあ別にねなんかあのボール球をブンブン振ってるっていう感じでいや、まあ、ボール球は割と手は出してるんですけどまあ1年目の方がボール球に手を出してるしまあだんだんボール球に手を出す率が2019221で少しずつ上がってはいますけど。 どちらかというとゾーンスイング率がね、あのー、あんまり上がってないっていうのが問題かなと思いましたね2020年はボール球に手を出しましたけどその分ゾーン内のボールにも積極的に手を出してるんでゾーン管理能力は比較的高いんですけどあのー、ゾーン内の球に手を出す率がちょっと下がってボール球に手を出す率がちょっと上がってるっていうのが まあ問,題問題というか、まあ、彼のゾーン管理の部分に問題が生じてきているのかなと思います。で、特にボール球のコンタクト率も今シーズン大幅に下がってまして、まあ、そこも空振り三振の多さにつながってしまったのかなと、まあ、ゾーン内のコンタクト率に関しては82.1%なんで、昨シーズンゾーン内のコンタクト率に若干、 問題を抱えてたのが、まあ多少、量化したんですけど、その分、ボール球に、えー、バットが当たらなくなって、かつボール球に手を出すという傾向が出てしまった。で、っていうとこですかね、やっぱりこうゾーンあのー、ゾーン内の球をね、どんどん打っていくっていうところにが、あのー、やっぱどんどん手を出していくバッターはそこは必要だと思うので、そのゾーン管理の部分ですね、そこに不安があるかなと思います。 であとはですねあの単純にフライの割合だけで言うと2021年はフライの割合、えー、かなり高いんですよねあの歴代で一番高くてでゴロフライ比率で言っても一番、あのー、割比率的にもフライの割合がすごく多いシーズンだったっていう。 まあそこだけを見るとねすごくいいんですけどただ、結果的にフライに占めるホームランの割合は減少している低下しているということはつまりま、外選手のパワーが低下してきつつあるということを表していると思います。これは残念ながらしょうがないですけどまあ衰えの部分もありますしえーパ,ワーがねパワーという意味では外選手はもう少しずつえ衰えてきているというのが悲しい現実。 で,すで加えてですね、えー、ハードヒットの割合がまあ1年目からずっと減り続けてはいるんですよね。で弱い打球の割合がちょっと増えてきててついに3割近くなってきてるというところで、まあ、打球の質っていう部分でも外選手は少しずつ衰えが見られると。 いうことでまあ、こうやって見ていくと、ですねまあ、外選手の今シーズンの不振っていうのは、まあ単純にそのゾーン管理の部分と、あとはコンタクトだけじゃなくて、こうハードヒットする部分ですね。 ちゃんとこう、あのー、打球、捉えた打球を放つっていうことが、今シーズンの外選手は難しかった。で、結果的にそれが、あのー、打撃成績にも表れてしまったと。まあ、フライは打ち上がってるんですけど、ただね、えー、ただフライを打ち上げるだけじゃ意味がなくて、そこはあのバレル率なりなんなりで、その強い、捉えたフライを打たなきゃいけない。そののたためには引、まあ、引っっっっ張張り方向引っ張ったフライっていうのが 最も効率が良いというふうに言われてます。なので、そういうところがしっかりと、えー、できるようになっていかないと、外選手の打撃の復調っていうのは、まあ、難しいのかなというふうには思います。まあ現状、外選手は7割3分8厘、今シーズン7割3分8厘っていう OPS だったんで、ちょっと数字的には物足りないですよね。 まあ来シーズンに向けてね、えー、ちょっといろいろ気になることはありますけど、とりあえず外選手は複数年契約を結んでしまっているんで、まあ、非常にね、あのー、簡単に切るっていうのはできないわけでありまして、いろ、まあ、んな複数ポジションができる選手ではあるんですけど、ただ現状、多分今後のこと考えると、多分1塁になると思う、一塁専門の選手になると思うわけです。ので そうなってくると、やっぱ打撃成績が物足りなくなってくる。だからやっぱり横浜としてはですね、もう一人、助っ人外国人を取ってほしいなと僕は思いますね。まあ、オースティンもいますけど、もう一人、助っ人外国人、一塁の助っ人外国人を取ってですね、まあバックアップじゃないですけど、まあ、外選手もね、あのー、練習生から、 確かあのー、入ってきて最終的に、えー、今のポジションになりましたけど、まあ、もう一人スケッ特外国人が欲しいところだなと個人的には思うんですが、ただ外選手の年俸のことを考えるとなかなかあの外選手をバックアップにするっていうのも非常にも外選手バックアップ用意するっていうのもちょっともったいないような感じもありますし、まあ、そこが難しいところですね。まあとにかくうーんまあ外選手とその ま心中じゃないですけど、うん、どういうふうに運外選手を来シーズン運用していくのか、今シーズンの成績からさらにね、あのー、まあ今まで通り普通の人間であれば、少しずつ成績は衰えていくものなので、そこからね、えー、まあ衰えていく外選手とどういうふうに横浜が向き合っていくのかっていうのは、えー、気になるポイントになってくるかなというふうに思います。はい ということで今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。まあでもうん成績の予想としてはまあまあうん悪くない数字だったかなと個人的にはなんか満足してるんですけどね。はいということでそんな感じでお疲れ様でした。バイバイ。